皆さんこんにちは、トライアル国際野球森です。今日はですね、トライアルの自転車についてちょっとお話ししたいと思います。ちょくちょくね、自転車でね、バイクの練習についていいのかどうかみたいなことを聞かれることが、最近ちょっと多いです。ご存知の方もね、いらっしゃるかもしれないんですけども、僕はね、バイク、エンジン付きだけじゃなくて自転車のトライアルもやってます。で、BCJ っていうか、ルールですね。 BCJ っていう団体、自転車ね、2つ、団体あります。UCI、これはあの自転車の連盟の方、例えばロードとかね、あのクロスカントリーとか、まあ、いろんな自転車を総括する、団体で、もう一個はあの BIU って言いまして、まあ、オーソドックスな昔からのある、トライアルだけをやっている、まあ、あの団体ですね。でその BIU の方のカテゴリーで、一応国内でエリートクラス、まあ、国際 A 級みたいな感じですかね。一応そこまでは、やってました。で、本題、ちょっとね、詳しいそのルールとかいろいろあるんですけども、今日はまあ自転車がどうバイクに役に立つのか立たないのかみたいな、話をしたいと思います。まあ、基本的にはね、これも答えなんていうのはないんで、各自やりたい人がやるっていうことにはなると思うんですけども、僕の、自転車に対する、ちょっと考え方みたいなのをね、お話しできたらいいかなと思います。まずね、自転車、バイク、全然やっぱりね、似てるようで違います。で、いろいろね、バイクやってる人、自転車やってる人を、長く見てきてるんですけども、皆さんご存知の通り、今トライアルのトップライダー黒山健一選手とかね、ガッチ選手もそうですし、野崎とか、みんなその辺は多分ね、自転車で、全日本なり世界選手権なりで、タイトルを取ってる方が、多いです。で、今現在ね、新しくルーキーで活躍している藤川誠也とかね、あと、A 級の武田佑人、あと池田君とかもそうかな、 B 級もうすぐもう A 級上がったかな、池田君とかもそうですし、あの辺も、みんな自転車のトライアルやってます。で、みんなね、僕がというかね、僕も主催に関わっている亀岡カップっていう自転車のトライアルの大会にずっと来てくれてた、子供たちですね。で、そこだけ聞くと、自転車は、バイクに有効っていう風な、イメージを持つ方も多いと思うんですけども、やっぱり大きな違いはね、サスペンションがついてるかついてないか。で、やっぱり重量的なもんですよね。で、その辺が、全然違うところです。で、僕が、自転車、始めたきっかけっていうのは、もともと子供の頃にちょっとやってたんですけども、2004年、5年ぐらいに、スコティッシュ、SSDT ってやつですね。6日間走るやつ。あれに出場した時に、やっぱり体力をつけるとか、そういった意味合いで自転車がちょうどいいなと思って始めました。で、その後ね、オートバイ、エンジン付きのトライアルの方で、A 級でもそこそこで頭打ち来てるし、で、SSDT もいたし、ちょっと目標がないなと思っていたところで、そういうトレーニングで自転車を始めたら、かなり面白かったんで、この十数年は結構ね、自転車を一生懸命やってました。で、両方やってみた感想で言うと、自転車はね、やっぱり難しいです。バイクより難しい、僕にとってはバイクより難しいですね。で、バイクは、操作、例えばアクセルとかね、クラッチとかの操作っていうのが大事になってきます。で、自転車の方はどっちかっていうと、運動神経、ジャンプ力とか、そういったものがある人の方が、有利かなっていう感じですね。で、僕自身はね、あんまり運動神経がいいわけじゃないんで、どちらかというとバイクの方が向いてるなと自分では思います。走らせる、なんていうか、その感覚とか、そんなの方が得意ですね。ただやってみると、また、こう別な面白さっていうのもあるんで、すごく良かったです。で、自転車はね、やっぱりクイック、軽くてすごくクイックなんで、自転車に乗っていいことっていうのは、やっぱりバイクの動きに対して、こう、自転車の方が速いんで、その体の反応っていうかね、そういう動かしに余裕ができてくるっていうのはありますね。ただ、やっぱり、これはね、いろんなタイプの人がいるんで、はっきりとは言えないんですけども、自転車に乗るとバイクの感覚が狂うっていう方が結構いますね。で、やっぱりサスペンションの動きがあるから、
こうジャックナイフの時のねタイミングが自転車のタイミングなども全然浮かなくなるとかね、すごく感覚が狂うっていう方が結構います。でこれね、僕はなんていうかな、そんなに上手くない人にそういうことがよく起きるのかなと思ってたんですけども、僕の友人でね、国際A級まで行ってる友達がいるんですけど、その人が自転車乗った時にも同じことを言ってました。なんで上手いからとか下手からとかでそれが起きてるわけではないようです。で僕はねあまり気にならないです。っていうのもおそらくですけど、小さい頃からまあ旧車クラシックのトライアルとか現行のトライアルとかを、まあ、ちょいちょいこう混ぜて乗る習慣があるんで、何に乗ってもあまり気にならないっていうところはありますね。あと自転車でね、最大に違うのがやっぱりね、そのペダルを回すっていうことがあるんで、ステップが固定されてない。やっぱバイク乗るとステップがガチッと固定されててバランスが取りやすいんですけども、自転車の場合は全ての動作が漕ぎながらペダルが動く、そういうところでやらないといけないんで、すごく難しいです。ただその反面やっぱりバランスの強化とかね、あと、なんて言いますか、その体幹を鍛えるみたいなことにはすごく有効なんちゃうかなと思います。まあトレーニングをね、どういうようなことをしていったらいいのかみたいなことを質問されている方もいたんですけども、筋肉をつけるっていうのがいいとも限らないと僕は考えてます。やっぱりトライアルでこう筋肉質やからうまいとかそういうわけではないんですよね。でやっぱ必要なところに必要なこう筋肉をつけるっていうのがやっぱ一番いいとは思うんですけど、まあ、多分トライアルで科学的にそういうトレーニングをしている人って今のところあんまり聞いたことがないんで、多分他のスポーツではねそういう科学的トレーニングみたいなことやってる人結構多いと思うんですけども、まだまあトライアルそこまで行ってないっていうのがまあ僕の印象ですね。まあ、世界のワールドとかになるとね、また別だとは思うんですけども、で、まあ、そういった意味で自転車のトライアルっていうのはまあやっぱハンドルがあって、まあ、ペダルがついてるっていうその、まあ、体勢がねやっぱりその似てるんで、そういう体幹を鍛えるとか筋力を鍛えるとかバランス感覚を鍛えるっていう意味では非常にいいと思います。で有名な話ですけどね、一時トニー・ボーとかね、ヨーロッパのトップライダーなんかも自転車の練習っていうのを結構ずっとやってたっていう時期があるんですよね。今はどうかちょっと分かんないんですけど、まあ世界選手権のパドックなんか行くとみんなで自転車乗って遊んでたみたいな、そういうことも結構あったようです。なんで僕は僕自身はね自転車は、トライアルの練習には有効だとは思うんですけども、例えばエンデューロ上手くなりたい方とかロード上手くなりたい方とかね、あとまあモトクロスとか、まあ、モトクロスでトライアル練習するっていうのがあるのかどうかちょっと分かんないんですけども、そういう感じで思ってる方はやっぱりバイクを練習する方が有効に上手になると思います。でやっぱりバイクの違うところっていうのはこうクラッチをつなぐ感覚、アクセルを開ける感覚、そのタイヤを転がして走らせる感覚っていうのが非常に大事なんで、やっぱり他の競技でもねそこがすごく重要だと思うんで、自転車にはねそういう感覚はやっぱりそこまではないと思います。でブレーキングとかね、サスペンションの使い方とか、そういったことを覚えたいっていう方は、もうバイクを練習する方がいいと思います。で自転車でね、練習できることっていうのは、やっぱりこう、二輪の大まかな動きっていうかね、その、まあ、振りとかでもね、こういうふうに動かすとジャックナイフできるとかの、ざっくりとした部分を覚えるには、まあ悪くないのかなと思います。まあこうオフロード系の方がね、まあ例えば、オートバイのトライアル非常に値段が高いんで、遊びでこうトライアルの自転車やってみようっていう方も結構いるんですよね。で、まあ、一つ言えることはめちゃくちゃ難しいんで、最初1年ぐらいはね何もできないぐらいな覚悟でやる方がいいと思います。まあ、もちろんこういきなりまあまあできる人っていうのもあるんですけども、大概の場合がやっぱりこういう形状なんで、ステムとかもねグッと前に張り出してたりするんで、でもう椅子すら全くないですし、 BB って言ってね、そのペダルのクランクの取り付け位置がかなり高くなってて、それはまあまた違う、その辺はねその辺はまたちょっと違う動画でも説明したいと思いますけども、トライアル自転車っていうのはかなり特殊な進化を遂げているんで、トライアルのバイク以上にただ単に乗るだけでも結構難しいです。今のトライアルの自転車っていうのはこうダニエルって言ってね、こうフロント上げた状態でホップするそういう状態とかを想定して作ってるんで、もう全く自転車としての
概念は全く通用しない、そんな感じの乗り物になっています。なんで、まあ、別物の競技として、種目として捉えて、遊ぶっていう意味ではすごくいいと思います。で、まあ、これを練習したからイコールバイクが上手くなるかっていうと、まあ、なかなかそうとは言えへんかなと僕はまあ思っていますね。まあただ僕の場合はね、思うのが器用さを鍛えるっていう意味ではすごく良かったです。まあ、バイクを乗って自転車を乗って、これ僕はね、乗り物酔いって呼んでるんですけど、そのいろいろ乗るとね、結構酔うんですよ。あれこれ何を乗ってるかよく分からなくなる。例えば26インチと20インチのトライアル自転車もホイール径が違うんですけど、それだけでもね、結構ね、乗り味違います。で、そこへバイクを混ぜていくとかなりね、その酔うんですよね。どれを乗ってなんか訳が分からなくなってくるんですけど、だんだんそれがね、こう瞬間的にこう切り替えができるようになってくるんで、そういう意味で器用になって、そのまた新たな発見があるみたいなね、そういうことあります。まあ、でもそれはなかなかね、他の人に言うとなんか、そんなことはなかなかできないみたいなこと言われるんで、まあいいか悪いかはちょっとよくわからないです。一般的に、まあ、バイクでもね、毎日乗れるわけではないと思うんで、まあ、例えばこう帰ってきてからちょっと自転車乗ろうかみたいなね、そういう気軽さ、自転車すごくいいんで、まあ、バランス感覚を鍛えたり、ステアケース登るとかね、まあ、そういう練習もできるんで、まあ、僕はおすすめかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。今日もまあだらだら喋ってるだけの、雑談動画ですが、何か皆さんのね、参考になればいいかなと思って、お話しさせていただきました。それでは皆さん、ありがとうございます。